須藤剛氏は、日本の脚本家、小説家、福岡県出身。主にアニメ関係の仕事を中心にしていた、日本脚本家連盟会員。父は、福岡県副知事、自治事務次官、地方財務協会会長などを務めた、須藤隆代表作に、アニメ、宇宙戦士、バルディオス、魔法のプリンセスミンティーモモシリーズ、ポケットモンスターなどがある。 シャダツなセリフに定評があり、シリーズ構成を担当した作品における次回予告がユニークなことでも知られている。ポケットモンスターでは、ロケット弾の工場、なんだかんだと聞かれたらという名フレーズを生み出した。脚本家としてのほか、舞台ミュージカル作家や小説家としても活動していた。生まれは福岡県だが、父が国家公務員であったため幼少時には東京都、 札幌市、奈良県などを転居し、土着性のない乾いた作風はそうした経験から来ていると本人は語っている。東京の渋谷区には小学5年児から居住し、アニメ、アイドル天使ようこそようこは渋谷を舞台にした。その後、神奈川県小田原市に転居し、以後の作品はほとんど小田原で執筆された。晩年は元の渋谷区に在住していた。 大学受験に失敗し、妹の買ってきた専門誌、シナリオを読んだことがきっかけで、予備更新学のための学士で、シナリオ研究所へ入学する。そこで書いた脚本が認められ、1969年に19歳で、テレビ時代劇、大江戸捜査網の第45話小判に秘めた恋で、脚本家としてデビューする。 しかし、自身の納得のいかない脚本の直しに嫌気が差し、やりたくもない人情ものなどたくさんとシナリオを書くことを止めてしまい、その後は教育危機器や観光総裁関係のセールスマンをしながら少女漫画の原作の手伝いやドラマのプロットなど名前の出ない仕事をしながら時を過ごす。その後、セールスマンの仕事で貯めた金でヨーロッパを放浪し、 その金を使い果たして帰国すると、知人である脚本家の宮内吹子からの紹介で、1976年11月に、ダックスインターナショナル制作のテレビアニメ、漫画世界昔話における、賢い雇用手で、脚本家として復帰する。以後、ダックスでは、パリのイザベルや、漫画初めて物語から始まる一連のシリーズを、長く手掛けた。 1980年代前半には、タツノコプロ作品も手掛けるが、本人の作家性が発露された出世作となったのは、アシプロダクションで原案からシリーズ構成まで担当した魔法のプリンセスミンキー・モモと戦国魔人・豪将軍である。両作の中心演出家だった湯山邦彦とは、1990年代にミンキー・モモの続編やポケットモンスターでも仕事を共にした。 1984年には第1回日本アニメ大賞における脚本賞を漫画初めて物語魔法のプリンセスミンキーももさすがのサルトビで受賞した小説家としても活動し代表作には永遠のフィレイなシリーズがある晩年はアニメスタイルのウェブサイトにコラムを寄稿していたほか長編作を準備中であった本人が制作に関わった主要な作品における 脚本などの資料は、かつて本人が居住していた神奈川県小田原市の小田原市立図書館へ寄贈されている。図書館の所蔵している資料の一部は、小田原文学館に常設展示されている。2010年10月28日に、訪問先である奈良県奈良市の JR 西日本奈良駅の喫煙所にて、雲幕下出血を起こして倒れ。 救急搬送された後に緊急手術を受けたものの、回復せず、翌29日未明に死去した。61歳没。2011年には、東京都杉並区の杉並アニメーションミュージアムにて、追悼脚本家、須藤剛士店と題した、追悼展覧会が開催されている。2017年公開のアニメ映画、劇場版ポケットモンスター君に決めた。では、 序盤の展開の元になった TV アニメ版第1話の脚本を手掛けたこともあり、一部脚本という形でスタッフロール掲載されている。アッシュプロダクションダックスインターナショナルタツノコプロソノタ。ありがとうございます。